九行部人は歴代朝廷の高官の名を列挙した職員録で日本史の基本資料の一つ。各年ごとに朝廷の官職を記している。十三名以上で大城大臣、摂政、関白、左大臣、右大臣、内大臣、大納言、中納言、三義、非三義のいわゆる苦行に相当する者の名を官職順に列挙する。記載される人名には、 本性が使われ、藤原氏は藤原ではなく略して、藤と記載される。各人の名のもとには、生没年、少女、民間などの自力を付記している。国史体系本には、神武天皇の代から明治元年までの文を含む。苦行部人の作者、成立年代は不明であるが、公認2年に成立した、列記運記をもとに、以後の文を書き足していったものと考えられている。 後年の詳細な、知り付けを伴った形態としての本書の成立は、大和から省略あたりと見られている。なお、悲惨義の声は、長は以後に補足されていったと見られている。民間について、最もまとまった資料であるが、平安時代前期における記事の不正確さや、政治的な事情から、書き直しが行われた部分もあると言われており、実際の民間と合致しない場合がある。 公認歴運期とも、演技式などに引用があるが全文は残っていない。平安時代前期には、同時代史的に国家によって編纂された聖史である、ロック国史や、そこから引用された、類似国史、日本記略など、より正確な記録が存在するにもかかわらず、苦行部人の記述と一致していない部分が多い。苦行部人の成立史を研究した、土田直茂の史的以後、この時期の、 不養部人からの引用には、慎重が記されることが多い。国史体系、ありがとうございます。